さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は現在開催中のアマゾン新生活セールでの、自作パソコン系でのおすすめ商品をご紹介していこうと思います。たくさんの商品が出ているのでその中でも個人的に良さそうなものの紹介となります。皆さんの買い物の参考になればと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。もしかしたらすでに売り切れのものもあるかもしれませんがご了承ください。それでは行ってみましょう。Amazon セールで購入される前に必ずこちらのキャンペーンにエントリーすると、合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップするので必ずエントリーしましょう。ではおすすめ商品のご紹介です。まず一つ目は松屋の冷凍セットになります。そうよね、人間もパソコンを操作したり、作ったりしなきゃいけないからパソコンパーツみたいなものよね。いや、ツッコミが欲しかったんだけど、ということでこちらの松屋セットですが、今回のタイムセールで 58% 引きの6280円になります。こちらは割とよく値引きされている商品なんですが、今回も値引きされていました。ただ、11月にあったブラックフライデーセールの時よりかは値引きされていないので最安ではないんですけどね。あと冷凍松屋はお店と比べると割と脂っぽいので、その辺はご注意ください。ということでパソコン系を見ていきましょう。まずは1万円台で購入できる CPU からご紹介。AMD Ryzen5 4500になります。こちらは6コア12スレッドで TDP65W で使用できる CPU なんですが、10,990円になります。こちらは全通アーキテクチャーのものなので、最新のものと比べると処理速度等の差が出てきますが、それでも1万円なら安いかなと思います。初めての自作パソコンとして使ってみるにはいいかもしれませんね。9000円台で Ryzen 3も購入はできますが、まあ1000円の差なら Ryzen5 4500の方がいいかなと思います。続いては2万円台で購入できる CPU です。ギリギリ2万円台ですが、Intel Core i5-12400がいいかなと思います。こちらは価格が28,182円になります。こちらも先ほどの Ryzen 同様、6コア12スレッドのものですが、Intel としては比較的新しい12世代のものになります。今までの最安価格を見てみると、こちらも一番安いってわけではないですが、今回のセールの中ではまあまあかなと思います。またこちらは内蔵グラフィックが搭載されている CPU なので GPU を積まない事務用途的にも使えるかなと思います。内蔵グラフィックがない i5-12400F の方は現在販売をしていないみたいなので、2万円台だと先ほどの i5-12400 かなと思います。続いて3万円台 CPU のご紹介です。こちらは Intel Core i5-12600K になります。こちらは先ほどの i5-12400 と違い、P コアと E コアがある CPU で、10コア16スレッドの CPU になります。こちらは Intel 12世代 CPU の i5 の中では一番強い CPU なんですが、発売当時は39,000円で発売されたものの、それから値段が上がっていて、ずっと45,000円ぐらいで販売されていました。それが発売当時ぐらいに値段が下がっていたので今回おすすめさせていただきました。この CPU ならゲームや配信、動画編集とマルチに使える CPU なのでおすすめです。続いて4万円台 CPU のご紹介です。AMD Ryzen 9 5900X になります。こちらは AMD 5000番台の中で上から2番目に強い CPU で、12コア24スレッドの CPU になります。こちらは発売当時64,980円で発売されていたものが約2万円も下がっていました。発売当時から考えるとかなり下がっているわね。現在は Ryzen 7000番台が新発売されていて旧製品となるのですが、先ほどの i5-12600K 同様マルチに使える CPU になります。現在 Ryzen 5や Ryzen 7の3000番台や5000番台を使ってる人は、スペックアップにいい CPU かと思います。では続いて他のパーツも見ていきましょう。シュラララ。今回マザーボードはあまりいいものがなかったので一つだけご紹介です。MSIMAGB550 トマホークになります。こちらは先ほどおすすめした4万円台 CPU、Ryzen 9 5900X にも使用できるのですが、そのマザーボードが19,890円で販売しております。今までの価格を見ると、だいたい2万円超えぐらいで販売していたのですが、今回は2万円を切った価格で発売されていました。最近お店で AMD のセット販売等もやっているのでそれを買うのもありかなと思います。AMD は旧製品を割と値下げするからいいわよね。それはありますね。続いてはグラフィックボードのご紹介です。MSI GeForce RTX 3060 Ti Aero ITX 8GB OC になります。こちらは個人的にゲームをするならおすすめのグラボの一つです。RTX 3060 Ti なら割といろいろなゲームをフル HD で快適に遊べるぐらいの性能があるので、それが5万円台で買えるならありかなと思います。こちらは今までの価格等が表示されなかったのですが、だいたい6万円中盤ぐらいで売られていました。
もちろん2連ファン屋3連ファンのモデルもあるのですが、まだまだ安くはないので今買いたいならこれがいいかなと思います。では次。まず一つ目がキングストン KC3001TB の M.2SSD になります。こちらはおっさんも愛蔵で有名なキングストン製のもので、読み書き速度の速い、Gen4 の M.2SSD になります。容量は 1TB で 12,999 円。最安チェックをしてみると2月の後半に 12,980 円になっていたので、その時よりも2番目に安い価格になっています。ストレージもゲームを入れたりすると 500GB じゃ足りないって方にはおすすめですね。続いてもう一つストレージのご紹介。キオクシアエクゼリア 1TB になります。こちらは価格が 8,080 円。先ほどの M.2 よりもさらに安いのですが、こちらは Gen3 なので読み書き速度が先ほどよりも遅くなります。と言っても、読み込み最大 3400Mbps、書き込み最大 3200Mbps なので、大量にデータ転送などをしない場合はこちらでも十分かと思います。最安チェックをしてみると、今回の価格が一番安いみたいなので、ストレージが欲しいって方にはいいかもしれませんね。では次。シュラララ。今回のセールで CPU クーラーのいいものがあるか探していたんですが、それを探していた時にちょっと気になった商品を見つけちゃいました。それがこちら。みんな大好き AK400 ですね。あーこれ安いしなかなか冷えるしいいわよね。はい、こちらの価格が3584円で販売されていました。あれ、もっと安くなかったっけ？はい、先日コテツマーク3をレビューした時に、AK400 の方が1000円近く安くて、やれ損、だいろいろコメント欄に書かれていたんですが、この価格グラフを見ていただけるとわかるかと思うのですが、2月20日を境に価格が上がっているんですよね。あ、ほんとだ。まあ別にどちらに忖度するつもりもないんですが、元値が3980円で性能もそこそこ冷えるし、私は正直好みで購入されればいいんじゃないかなと思っています。ちなみに現状では AK400 の方が400円ぐらい安いですね。静音性で言えば、AK400 の方が静かではありますが、ケースに入れちゃえばそんなに気にならないかなと思います。ということで CPU クーラーでした。では次。モニターからはこちら。Dell G2722HS になります。こちらは解像度フル HD で、リフレッシュレートが 165Hz、IPS 液晶で NVIDIA G-SYNC に対応したモニターで、29,800円になります。こちらのモニターは何度か29,980円にはなっているのですが、今回の29,800円が一番最安値っぽいですね。IPS パネルで発色も綺麗ですし、165Hz と FPS ゲームにも向いているので、ゲーミングモニターとして欲しいという方にはいいかもしれません。27インチは29,800円で、24インチだと24,800円になるので一つの参考になればと思います。続いてもう一つ、Dell S2721HGF になります。こちらはいわゆる湾曲モニターになるんですが、価格が29,800円になります。こちらは先ほどのモニターとの違いとして、VA パネル、湾曲パネルの違いがあります。IPS パネルと VA パネルの簡単な違いについては、IPS の方が高価で綺麗、といった感じなので、VA パネルだとちょっと、という方も多いかもしれません。どちらかといえば VA パネルはゲームとかよりも動画鑑賞とかに向いているパネルなんですが、まあ湾曲でこの値段なら安いかなと思って紹介してみました。では次。最後のご紹介になりますが、ゲーミングノートパソコンからこちら、Asus TUF-F15 になります。こちらは Core i5-12450H 搭載で、メモリ 16GB、ストレージ 512GB に、RTX3070 ラップトップ GPU が搭載されたモデルになります。価格は 159,800 円。決して安い商品ではないのですが、モニターもフル HD で 144Hz までとゲームにも向いています。最安チェックをしてみると、昨年15万円を切った時があったみたいですが、それに次いで2番目に安い価格となっています。もしゲーミングノートパソコンが欲しいという方の候補に良ければと思います。シュラララ。はい、ということで今回は、Amazon 新生活セールのおすすめ商品を見ていきました。もしかしたら他にも安い商品があったかもしれません。こういうのって見てるだけでも楽しいわよね。それはありますね。もし他にもこんないいものあったよっていうものがあったら、ぜひコメント欄にお書きいただければと思います。ということで本日はここまで。もしこの中で気になった商品があったら、ぜひ概要欄からアフィリエイトリンクを踏んでからご購入ください。あんたそれが狙いね。5本。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。